そろそろあやつを目覚めさせるとするか。魔人鬼は譲り受けたり。魔人鬼、さあ、あやめ、こちらへ。はい。大神一郎、冷静な判断、迅速な行動、そしてその勇気、褒めてやろう。だがそれも徒労になる。貴様らの希望の芽を摘み取るのが我が喜び。愚かなる人間どもよ、お前たちは苦い絶望の味を舐めることになるのだ。これを見るがいい。最強の駒にして我に最も近しく、また頼りとするもの。あやめよ、よくぞ目覚めた。はい、我らは常についなるもの、前世での契りに従い、こたびこそおそばに。今宵の開口こそ永遠。
我らの行くところ、あまねく魔の楽園が広がりましょうぞ。さあ、これこそが我らの求める鍵、魔人鬼をお納めください。貴様らに待ち受けているのは苦悩、絶望、そして破滅。お前たちの知っていたアヤメはもう死んだのだ。たった今お前のその銃でな。黒き雨よ、魔の風よ、邪念の海よ、今こそ封印を解き、我に力を与えよ。いよいよ復活するのだ、聖魔城が。Thank you.
なあ、隊長か。まあね、くよくよしててもあやめさんが戻ってくるわけじゃねえだろ。心配すんな隊長、首根っこ引っ張ってでもあたいが連れ戻してみせるさ。だからさ、飯でも食って元気出せよな隊長。そう来なくっちゃな。ほら、ここにある料理好きに食っていいぜ。ああ、そうか。だったら塩入れすぎちまったんだろうな。味がしねえんだよ。何を食べても味がしなくてさ。あたいどうしちまったんだ。何もできなかった自分が悔しくてさ。仲間一人助けられないで何が過激なんだよ。何が花組だよ。畜生、畜生。隊長、一人にさせてくれねえか。ああ、ありがとな隊長。冬の寒さは好きです。身が引き締まる感じがしますから。実は私、あやめさんに憧れていました。いつかああいう人になれたら、そう思っていました。なのに戦わないといけないなんて、こんなのひどすぎますよ。それと深い思いやりを持った素敵な人でした。はい、あやめさんを信じた私を信じてみます。ありがとうございました。私もう少しで自分に負けるところでした。大神さん、あやめさんに会いに行きましょう。そして必ず助け出すんです。大神さん、いてくれるから。大神さんの匂い、ぬくもり、こうしているとすごく安心できるんです。今だけでいいんです。大神さんのこと
独り占めさせてください。大神さん大好きです。それじゃ私ももう行きますね。あ、そうだ、大神さん、あやめさんのこと好きだったんでしょ。あやめさんのこと見てましたものね。でも当然ですよ、女の私から見てもとっても魅力的でしたもの。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。少尉、私が何をしていようと少尉には関係ありませんでしょ。それとも何をするにしても少尉の了承が必要ですの。いえ、こちらこそ少し神経質になっていたようですわね。申し訳ありません、失礼なことを言ってしまい。何も言ってくださらないのですね。でもそれが少尉の優しさなのかもしれませんわね。けれど今の私にはその優しさは毒です。だから私自身の手で決着をつけるのです。あの人はこの私が殺して差し上げます。それがあやめさんに対しての最後の恩返しですから。それでは失礼いたします。うちのことなんかどうでもええや。それよりあやめはんどないなってしもたんやろ。うちあやめはんのお役に立ててたんやろか。マリアはんのように銃の名手でもなければ、カーナはんのように力もない。強いて言うなら手先がちょっとだけ器用なくらいや。ほんま言うたら学校っちゅうとこにも行ったことないしな。そんなうちをあやめはんは拾ってくれた。日本で勉強もさせてくれたんや。あやめはんはうちの大事なお人や。それやのにうちあやめはんに
きちんとしたお礼もできてへんのに。諦めたら全てが終わってまう。うち一人やったら何もでけへんけど、あやめはんを助けたいって気持ちだけは誰にも負けへんつもりや。せやから大神はん、うちのこと手伝ってくれるか。大神はん、おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて、あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。おきにな、大神はん。うん、やっぱし笑顔が一番や。いつまでも落ち込んでてもしゃあないもんな。おきに、大神はん。ほんならうちそろそろ部屋へ戻って寝るわ。大神はんもはよ寝てな。ほな、おやすみやで。迎えに行ってあげようね。
寂しがってるよ。アイリス、もう眠くなっちゃった。ねえお兄ちゃん、アイリスが眠るまでそばにいてくれる？それとね、アイリスが寝ても電気は消さないでね。それじゃあ、おやすみなさい。はい、どうぞ。隊長、私とあやめさんは歌劇団結成時から一緒でした。花組の中で私が一番あやめさんとの付き合いが長かったんです。そして私に命を与えてくれたのもあやめさんなのです。歌劇団に来る前、私はアメリカにいました。報酬のために人を撃つ、そんな殺し屋家業に身を落としていました。自分の命も他人の命も紙くず同然な毎日、私は死んでいたのです。そんな私を救ってくれたのがあやめさんでした。私はあやめさんに帝都を守るという生きる目的をもらいました。心を失っていた私に生きる希望を与えてくれたのです。こんなことを話せるのもあやめさんだけだったのに、そのあやめさんも一人では生きていけないのでしょう。ですが、一人になってしまったものはどうしたらいいのでしょうね。隊長、ありがとうございます。私も休むことにします。今日は少し疲れましたから。
我が野望の城がよみがえる。あやめよ。はい。聖魔城の復活にはまだ幾ばくかの時が必要。その間、小娘どもの注意を引け。はその力見せてもらう。お待ちください。このあやめは先日まで眠っていたも同然のもの。失敗せぬとも限りません。その任務、ぜひともこの蝶に。よかろう、好きにしろ。ありがたき幸せ。何を笑う？いいえ、あなたのお手並み拝見といきましょう。サタン様と共に野望を果たすのはこの私。貴様の好きにはさせない。